旧内閣文庫本庁舎、博物館、明治村に移築されている。内閣文庫は、明治以降内閣によって保管されてきた古書、古文書のコレクションである。現在は、内閣府所管の独立行政法人国立公文書館に移管され、同館が所蔵している。江戸幕府から受け継いだ蔵書を中核として、明治政府が収集した各種の資料を加えたもので、貴重な国書、 完籍を多数含み、捜査数は約49万冊に上る。かつては文庫自身が固有の庁舎と専従の職員を抱えて存在していたが、後に新設された国立公文書館に統合されてその一家となり、現在では組織単位としても廃止された。このため内閣文庫の名は 現在国立公文書館所蔵のコレクションの名前として存続しているのみである。内閣文庫の組織的な起源は、1873年に大上官に図書係が置かれ、大上官所館の図書を管理させたのに始まる。その後1884年、大上官は大上官文庫の設立を政府の各官庁に通達し、 政府が所有する和書や要書などの図書一切を、大上館直轄で収集、管理させることとし、文書局記録下に所管させた。大上館文庫は、館長の執務参考用図書を一元的に管理する、政府の専門図書館を設立の目的としていたが、政府の所有する図書を集中して移管させたために、旧幕府引き継ぎの公用山文庫本をはじめ、 和海洋の貴重な図書の一大コレクションとしての性格も帯びることになった。1885年、内閣制度の発足により、大上館は内閣に移行し、文庫の名称も内閣文庫と解消された。書庫は、教愛や天才による損傷のため転々としたが、1911年に、公共大手門内に、ンガ建ての書庫が新築され、大手門内に移転した。 この間に政府の増書を一元的に保管する理念は次第に形外化して各官庁はもっぱら質務に用いなくなった古い本だけを内閣文庫に移管するのみとなり官庁の中央参考図書館としての利用は後退したが政府各機関の職員だけではなく一般の研究者に対しても閲覧が許されるようになり学術研究図書館として利用され始めた 内閣文庫を所管する組織は、内閣直属の機関の中で変遷を経たが、内閣官房総務課を経て、戦後は総理長大臣官房総務課に移された。1948年には、国立国会図書館の支部図書館となり、官房総務課の所掌のまま総務課長と別に、国立国会図書館支部内閣文庫長が任命されることとなった。 1957年8月1日、総理府本府組織令の改正に伴い、内閣文庫は官房総務課から分離独立、内閣文庫長は総理府組織上の課長給職になった。1971年、国立公文書館が総理府書館の施設等機関として発足したのに、伴い内閣文庫は同館の組織を構成する一家となり、 北の丸公園に建設された同館庁舎に移転した。2001年1月、中央省庁再編により、総理府の内閣文庫と経済企画庁図書館は、国立国会図書館支部内閣府図書館に統合され、引き続き国立公文書館内閣文庫がこれを所管した。2001年4月、独立行政法人国立公文書館の発足によって内閣文庫は、 国から独立行政法人へと移管され、内閣府元府に移管された内閣府図書館と分離した。また、国立公文書館は独法化に際し、資料部門が公文書化、内閣文庫と資料別に2課に分かれていた業務の構成を見直し、公文書化と内閣文庫の2課を統合して業務化としたので、これに伴って内閣文庫は組織上の単位の名称としては、 消滅することになった。国立公文書館が所蔵する内閣文庫本約49万冊の内訳は、和書およそ28万冊、関籍およそ18万冊及び要書その他からなる。これらは国立公文書館で保存され、一般の利用に供されている。和館書は、江戸幕府の蔵書である紅葉山文庫本に小平坂、学問書本、和学講談、 ところ本、医学館本などを加えた、旧幕府各文庫の蔵書を中心としており、歴史、文学などの図書が中心である。要所は、各館長が近代化政策のための参考資料として、収集した図書類で、法律、政治などの社会科学書が中心である。また、古文書類は、旧幕府引き継ぎの日記、国絵図、号調、白絵図などの記録類に加え、 明治期以降に政府によって収集された東大寺文書、大乗院文書や各種の区画、武家文書が含まれる。これらの古書、古文書の中には重要文化財に指定されたものも多い。現在、国立公文書館はデジタルアーカイブの構築を進めており、2005年4月に公開された国立公文書館デジタルアーカイブにより、内閣文庫の場所、 関約四43万冊はインターネット上で目録情報を検索できるようになった。また、重要文化財、天保国絵図など124点は同じくデジタルギャラリーにおいて高画質の画像が提供されている。旧内閣文庫庁舎国立公文書館に統合される以前、1911年から1971年まで半世紀以上にわたって、 内閣文庫が使用していた、公共大手門内の庁舎は、現在愛知県犬山市の博物館、明治村に移設されて保存されている。旧内閣文庫の庁舎は2階建ての事務棟と、その背後に立つ3階建ての職棟からなっており、明治村に移築されたのはこのうちの本庁舎である。この建物は、国会議事堂の建築で知られる大熊吉国の設計によるもので、構造は、レンガ、 石像建築で正面中央に4本の円柱を用いて古代ギリシアローマの神殿風の外観に整えられたルネサンス様式の衣装を持つ。1971年10月に国立公文書館内閣文庫が北の丸公園の公文書館庁舎に移転した後は長らく使用されずに放置されていたが1984年になって解体された。この際、 本庁舎部分のみが明治村に移築されて保存されることになり、1990年から一般に公開されている。なお、跡地には皇宮警察学校が建てられている。千代田文庫千代田文庫は工場和田そ門内にあり、元城内山里にあり、山里文庫といへり、明治17年皇居ご造営の地にあたり、今のところに移り、その名を改む。 常に多くの図書を増置し、内閣記録かこれを管理し、書簡画の請求に応じて対応す。石井剣道、明治事物期限、日本初期の誕生、編纂と需要の歴史から編集、遠藤慶太、川内春人、関根厚史、細井博氏、川内春人による、本文抜粋。オールリーベス、2021年1月3日閲覧。石井剣道、明治事物期限によれば、 当時は、千代田文庫とも呼ばれた。ありがとうございます。